若い頃の私は自分自身の中にある怒りや、それから孤独、そして虚しさ、そういう感情から、この感情をどうにも自分自身で解決できず、そのような日々の中から盗みというこの依存症、そして病気の中に入ってしまいました。で、自分自身ではその行為を止めることができず、毎日のように盗みという行為が私の生活の中にありました。そんなある日、私は子供の頃に聞いた聖書の中にあるイエス・キリストのことを思いました。でも自分自身では祈ったとしても、私がそのような私が変わるはずがないと思っていました。しかし、私はどこまでも崩れ落ちていく自分自身に怖くなるようになりました。自分の心が自分でも持てなくなり、初めて自分の意思で祈りました。助けてくださいと心からの叫びを持って祈りました。すると涙が止めどなく溢れてきて、 2,3 日このような状況が続きました。それから数日間が経ち、ふと我に返って大変驚きました。この盗むという行為がなくなっていたのです。数日間でも盗みという行為がなくなったのは大きな奇跡でした。私はその時に、イエスが私の罪を取って十字架にかかり、私の罪は許されて救われたのだと分かりました。イエスが私の救い主です。それからの私は、以前は盗む人からキリストにあって与える喜びの日々に変えられました。イエス・キリストは生きて働かれる素晴らしい神様です。この経験を通して神様からの良い知らせを受け取ることができました。